おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。先週の終わり、びっくりするような結論で終わりましたですね。はい。長生きするということのために必要なのは、上命の危機、ストレス。そういうことを重ねると寿命は伸びるという。その上命の危機、ストレスというのを習慣化するために、ギュッ と濃縮されたのがスポーツであるという。おそうきますかはい。はい。これはあの意味のないことで体を動かし、非常に不愉快な目で勝った負けたを大騒ぎしつつ、はっと気がつくともう空腹でたまらないという状態に人間を持っていくシステムという。はい。これが実は寿命を伸ばすための ドリルではないかということなんですよ。はい。皆さんなびっくりなさいかもしれませんがね。ズバリ言いますと、老化が命じていることは何かというと、平和な時に死亡率を高くし、危機では死亡率を低めようとするという。うん、命はそういう仕組みなのだということなんですよ。はい、このような命の逆説になんと驚くなかれ、 学名がついておりまして、ホルミシス現象と呼ぶそうであります。はい、命にはこういう妙り林なところがありまして、簡単にできないという困ったもんですな。しかし命というものはそういうことなんであります。もう皆さんよくご存知だと思いますが、実は放射線もホルミシスなんですって。<ん>少量の放射線は 発がん物質を阻止するという働きになるという、うん、こういう命には実にひねくれた逆説が埋め込んでありますですねそれ放射線治療とかそういうことそういうことです,ですそういうことです<ー>もう今治療がつきましたけどね、はい、だから放射線と言いますとみんなギクッとするわけですけどもそれが治療になったり、はい、このあたり命というのは実にその 興味深いもんだといとうことで生ききていきましょうご老人方、えー、この一冊ジョッシュ・ミッテルドルフさんと、えー、ドリオン・セーガンさんがお書きになった若返るクラゲいいないネズミ老化する人間これはですねもうものすごく細かくあの老化の研究のことが書いてあるんだけどちょっとそこがね読むのくたびれちゃって、はい、この生命現象について興味深いの一つだけね 取り上げさせてもらいました。1950年代、メタン、水、アンモニアを混ぜたガスに放電し、アミノ酸が作れることが分かったと。このアミノ酸の組み合わせからタンパク質が、そのタンパク質の組み合わせから生命が生まれるのだが、あまりにも複雑で特殊で、偶然に発生するとしか考えられない。 これね。だから、生命の源は何かというと、タンパク質。タンパク質の源は何かというと、アミノ酸。で、その、アミノ酸を作ることは、成功したんですよ。はい。ところが、やってもやっても、作ったアミノ酸から、タンパク質。そのタンパク質から、生き物が出てこないんですよ。うん。ですから、人工的にアミノ酸ができるんだけども、 それが生き物になるというのはもう一つ何かのもう一つ作用がないと生き物が発生しないのかもしれないという。はい、その中で、カナさん、すごい不思議なことが起きるんだけど、はい、アミノ酸からタンパク質になって、タンパク質から生き物ができるんだよね。そのためにはね、観察者が必須の条件であるっていう発見があったんだって。つまり、誰かが見てないと、 はあはあ、タンパク質が生き物にならないんだってはいこれもうまさしくさ手塚治虫の火の鳥だよねえちょっと意味がわからない誰かが見てないとうんだから目撃者っていうのがいないと生命が誕生しないとすれば、はい、そそこがそれさ宗教の原点ではないかっていう人間という生き物を作るために誰かが目撃していたっていう。 その生命の誕生。それがいない限り生命は生まれないって言うんだ。はい、それほど自己を複製できる生命を作るっていうことは、ものすごく不思議なことなんだ。んメンデルは、の遺伝子から DNA の発見。で、DNA の発見から、名前だけ聞いたことあるでしょ、塩基。t, a, c, g という、はい、そのコピーが生命現象である。わかるんですよね。 とか、作れない人間は、その生命が。生命の複製の繰り返し、タンパク質分子から細胞を作るという。そのために染色体は二重螺旋を解き、その鎖が新しい相手を作る。もうこの辺ざっと聞き飛ばしてください。はい、そして、遺伝子を移し取って、二、え、次、ー、の染色体となり、ここから細胞が生まれる。その移すとき、 白いあれ内側になったまあ、皆さん。<laughs> ちょっと。すごい難しい。難しいんだよね。ここは。だけど、我々の体はそんなに難しいんだっていうことを覚えておきましょうよ。はい<ー>。でね、ものすごくわかりやすく言うと、はい、その、どん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 コピーが生まれて私たちは、私たちになってるんだけど、皆さん、コピーです。コピーをどんどん作んなきゃいけないんで、はい、コピー用紙が、 大事になってくるんですよ。はい。廊下ってね、皆さん、ものすごく複雑な生命現象なんですよ。はい。もう明日も食い下がります。来る次、また明日のまな板の上で。 おおははよよううごござざいいまますすすす田哲也でで水谷目の前にティッシュペーパーの箱を置きましてですね、私の相棒のかなが苦しんでおりますが、ちょっと花粉症でずーっと鼻を噛み続けておりますが、花粉症に一切関係なく、今ティッシュでこよりを作っておりますけど、これが関係してくるんですね。これが関係してく螺旋構造ですね。螺旋構造です。これ、あの、こよりを2本巻きつけました。これが、これが二重螺旋の、あの、 えー、DNA だと思ってください。ね、はい。DNA でいいのかなごめんなさいね。とにかく二重らせになっておりますね。それで、新しい細胞を作るとき、コピーを作んなきゃいけない。で、今、t, a, c, g の順番で、塩基配列があって、これくっついてる。はい。それで、一回ほどくんですわ。ほう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 。そして、違うテープを入れるわけ。うん。そんで、一本をつく作るんだよな。はい。な、なんかそんなことなんだよ。はいはい。で、 写し取りっていう作業の時に、これコピーだからね、うん、コピーしていくんだけど、あの、ここをね、リでくっつけるんだって。ペタッと。それでまた剥が、剥がしていって、<う>こいつは出ていって違うやつと、また一個の、その染色体を作ったりするんだけど、ノリ、えー、でくっつけたでしょ両方ペタッと一回ね。はい。その、コピーテープ、実は、限りがあるんだって。 はい。染色体の二重螺旋をくっつける、これが、あの、端の、あの、アグネット、止め金のようになってる、エンドキャップがある。はいはいはい。これ、テロ、テロナーって呼ばれてるらしいんだけど、はい。これが、あの、RNA が鋳型を持っていて復元するんですけど、はい、RNA の、えー、復元能力には限界があって、その止め、えぐを作る個数が決まってるんです。うん、で、これが、 できないと、うまく細胞の新しいのが作れなくなっちゃって、ミスが多くなるんだって。はい。で、修正速度がどんどん遅くなっちゃうっていうことが、どうも老化らしいのよ。だから、じいさんって、眉毛にやったら長い毛が一本あったり、はい。それから生えちゃいけないところに毛が生えて、はい。 <laughs> まあ、その、あの、変なとこじゃなくて、<laughs> 耳,とかね、耳の中に毛が生えたりする人がいたじゃん。わ、はいはい、かります。あれはその、て、あのー、テロメアだったっけかなんか知んねえけど、うん、その、テロナーかなテロメアかなその、留め具が緩くなっちゃって、毛作らなくてもいいのに耳の細胞が、<ー>なんかこう、ぐずぐずになって、ばが緩いのよ。はい、若い時はしっかり巻きついてたのが、なんか緩くなってくるんだよ。うんはい、はい、はい。 それで勘違いしちゃって細胞の中でもう生やさなくてもいいのに毛生やしたり、はい、あの伸ばさなくてもいいのに眉毛に一本だけピーンとあります触覚みたいな,なあ触覚みたいなそうそうそう,そう私なんかもそうですええー、私もあるんですあメイクの女の子切ってくれるみたい整えてらっしゃるんですね眉になってるとかって言いながら <laughs>、はい、そんなふうなことを 老化と呼ぶんじゃないかで、はあ、その緩くなったところがミスの細胞を作ると細胞で炎症を起こしちゃうんだって、はい、その炎症が実はがん細胞が発生するがんリスクのもとになるっていうだから老化というのは何かというととある年齢に訪れる複製の劣化が細胞の修復速度が遅くなるそうですな 最近やっぱ体痛めても治り遅いもんそう風邪も長引くし,引くし咳も止まらない,はい、はい、傷も治りにくくなります、はいはい、そこの部分が細胞自体で毒素を放出するということ炎症がひどくなるということでがんリスクが高くなる、はい、で、えー、そのことがどんどん進んでいくと老化はゆっくりと死に向かい始める、うん、生きるとは何か生きるとはゆっくり ゆっくり死ぬことである<ー>ゆっくり死に向かうために実は体中の細胞はたくさんの細胞の死によって支えられているそうですよね細胞が死んでいくんですでもそれを補いうる細胞があるから私は若いなんですよはいおだんだんはじかなくなるんですよね、はい アポトーシスといいますが細胞には自殺のシステムがありましてある年月を過ぎますと、あのー、細胞死んでいきます自分でちゃんとそのことで次の細胞ができることで私は昨日と同じような私の顔をしてるんですだからアポトーシス死んでゆく自殺する細胞によって生きるということが支えられているという,うこれの面白いでしょ、はい で、癌とは何者かと言えば、自殺しない細胞のことなんですよ。はあ、つまり、死なない老人っていうのかな。死なない老人っていうのが、生き続けるために、その、入れ替わらないでそこにいることが命そのものを起こすという。死なない、えー、細胞が起こすのが癌。で、逆の意味で、 まだ生きてほしいのにどんどん死んじゃうっていうのがアルツハイマーなんですん老人が死ぬタイミングっていうのは生命にとりましては重大なんでございますなそんなお勉強は明日も武田鉄矢今朝の三枚おろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。昨日はこんな話になりましたですね。アポトーシス、自殺を忘れた細胞が引き起こすのが癌。嫌だ嫌だ嫌だ死ぬの嫌だって叫んでるのが癌細胞で。そして、もうダメもう死んじゃって言いながら、まだ生きなければならないのに次々自殺を引き起こすのが、 体に置きますと細胞がそういうことを引き起こしますとアルツハイマーあるいはパーキンソン病になるという筋肉減弱消失でございますですね。はい。そういうことを考えるとやっぱり生き物ってのはバランスなんですな。うん、重大なことは生物の中には死のうとしない動物もいます。え裸デバネズミとか。ああどういうネズミなんだろうさんまさんみたいなハパーン飛び出して全裸。 まあ全裸でしょう。全羅<裸>、ネズミ確、うん、<laughs> それちょっとやっぱりぎょっとするようなネズミですよ。は死なないんですか。あしえ、死なない。死なない事故に遭うまで生き続けるんだって。えな、な、何年何十何百えどういうことです。ずっと同じ成人のまんま。不老不死ってことですか。不老不死と言ってもいいでしょうね。えー、でも不老不死の割にさっぱり増えないところを見ると彼らを待って 生ているのはやっぱり他の強い動物に食われるとか、はい、それから飢えて死ぬとかっていう事故が多発してるんでしょうね、はあ、でないとそこらへん裸出バネズミだらけになってしまいますから、はい、で死なないということを前提にしている生物というのはその数を増やすことができません、はい、では人間はというとこれは、はい 死ぬことを前提に進化した動物であります。人という動物はいつか死ぬことを前提にして生きております。自然界の弱肉強食を避け、死を群れ全体で平均化し、群れにとって一番大事なことは絶滅を避けるという生存戦略。はい、これを選んだ猿が人間なんであります。うん、だから、私は金さん思うけど、あの、 我が子をね、父親をね、いじめ抜いてという、う母親もそれを横で眺めておったっていう、もの、はい、腹立たない。いや、もう信じられないです。信じられないよね。はい。なぜ信じたくないか、なぜ腹立つかというと、私たちが生き残ってきた生存戦略を裏切っているからですよ。はい、それやっちゃおしまいだよっていうのが人間には、 あるんですね、うん、ここからは私の意見ですねそういう赤鉛筆の印がついておりますご披露しましょう、はい、では日本の場合はどうか私を含む巨大な数の老人世代が若い世代にのしかかっておりますこれは厳然たる事実であります老人が生き延びることによって子供が生まれることが少なくなっているという言い方をなさる方もいる一体に日本人にはなぜこんな進化圧がかかっているのか 日本は外部からの攻撃。体で言えば最近、寄生虫の脅威が絶えず予想されます。体に例えて国際社会を見ましょう。周りは恐ろしげな国ばっかりですよね。日本人を理解したくもないというような隣人の方もいらっしゃいますし、はい、サーワビロを繰り返す隣人もいらっしゃいます。さら、はい、っていく隣人もいらっしゃいますし、 小さな島がどんどん根室に近づいてるんですけど、俺んとこ俺んとこって言い続ける人もいらっしゃいますね。それから潜水艦で人んちの庭先をブンブン走っている超大国もあるという。その上にですよ。非常に厳しい自然にあります。まずは平べったく言いますと、寒暖の差。これが非常に厳しい。日本人は3ヶ月前後にクルックル変えていかなきゃいけないんですよ。はい 大変です、これ。生き物にとっては。それから食料も分かち合うとか、もったいないを繰り返していかないと、もうこの国はたちまち食料に困る国であります。はい、その上にです。これほど災害の多い国があるでしょうか。はい、地震、豪雨、そして台風、そして社会環境ですね。私も含めまして。 おいても休めず働かねばならない。ええー、これほどのストレスの多い国なんですが、世界に誇る長寿国なんでございますね。うそうやって考えると、ここにあの例の自然界のホルミシスという、実は長寿の原動力があるのではないだろうか。で、やっぱ考えてみると、日本の老人は確かに、 ストレスに強い。その次に、カナさん。日本の老人は、清潔を好みます。もちろん、個人単位ね。これくらい道路入ってる老人はいないな。そうですね。よく見かけますね。皆さんね、嘘と思うならね、ちょっと道見て。本当<ー>にね、時折、チリ一つ落ちてないってあるよ。毎朝、ルーティンでやってらっしゃる方も,も、ね。そう,そうそうそう。そう。 老人はなぜ核も増え、なぜ核も長生きをしているのか。うん、武田曰く、老人は、次なるバランスを準備している。はい、私、この説、自分の説なんですが、ちょっと今酔ってるんですね。うん、<laughs> いい説唱えちゃったね。そうです、そうです、ドキドキしてるの。<laughs> それでは本にございました具体例で考えていきましょう。うさぎは森で生きております。 森で生きるウサギにこれはあの自然環境のウサギですよ動物園のウサギではありません、はい、森で生きているウサギでありますがこれはね、はい、話し時間かかりますんで明日の続きということで武田哲也今朝の三枚おろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。老人と環境といいますか、社会全体のバランスのことを考える意味で、昨日話、とっかかりに持ってきたのが、うさぎで考えてみよう。はい。うさぎが自然界で、これ野生のうさぎです、皆さんね。森で生きていく。この森で生きていくために、うさぎが絶対に守らなければならない掟きがある。 もう起きてっていうのも進化論だろうな、一種の。はい、これは何かというと、環境収容力による動物不要力によって、その数が守られている。つまり、うさぎが森の中で生きているというのは、うさぎを養うだけの広さと豊かさが自然にあるということですね。はい、当たり前のことですね。はい、この、うさぎの生存を支えている森の条件とは何か 当然でありますが、草原の草の成長スピード。です、うん。はい。この草の成長を無視して、繁殖が上回れば、特にうさぎは年から年中交尾する生き物ですから。えー、はい。だからバニーガールなんだよ。本当にうん。一年中いつどこでも、ウう。ギさぎは交尾できるんです。 そういう象徴なんだ。勉強になりました。ベニ、あの、ベニーガールじゃない。あの、バニーガール。バニーガールはそういう意味だそうです、ねはい。はい。で、草原の草の成長のスピードと、ウサギの頭数ってマッチしていなければならないんですよ。うん、その、草の成長を無視して、ウサギが、の繁殖が上回れば、ウサギは全滅の危機があるんです。<ー>だから、草の成長スピード。 天敵みたいなものにやられる、鷹に食われたり、襲われたりすることあるじゃないですか。蛇に襲われたり。はいはい、そういうことも全部含めて危機を入れといて、森でウサギは生きている。で、現地球で起こっている政治活動、あるいは経済活動は何かというと、草原の草の奪い合いなんです。はあ、自由経済っていうものが、世界中を草原にしたんですね。はい。 中国は世界の森へ進出しなければ13億は間違いなく植えます。このまま行けば中国は2億人の老人を抱えるんですよ。はい、老人大国を2歩も3歩も手前を置いて体験しているのは日本で、老人大国を一番最初に抜けるのは日本なんです。はい、ものすごい言い方をしますが、私たちこれからバッタバッタ死んでいきますから。はい。 その時に私ども老人が見事なタイミングで死に生きることと有効なバランスをこの国にもたらすと私たちは死に害のある老人になるんですね。はい、その第一歩が、俺はね、近頃そう思えてしかない。これ、武田の考えですからね。はい。俺ね、かなそれがね、入管法じゃねえかと思ってんのよ。ん アジアの青年とか世界中日本にの文化に興味を持ったり理解を示してくれた青年や若い女性をこの国に招きたいわけさ。はい、で、まあ、日本という国をもしよかったら愛していただいて、そういう下地づくり、うん。確かに今少子ですから子供少ないので日本は、うん、多分足りないんですよね。うん だから、この国が、割といいなと思ったり、あるいは、死んでいく老人たちが、あの、いいお父さんだったよ、とか、私は過敏と死敏間違えちゃった、とか、なんか、そういう、あの、看護婦さんがいたりなんかするという病院を、あの、死敏過敏、死敏過敏、パパさん分からないよ、とかって、そんな人でもいいんですよ、そう,そう、老人が幸せだったら。 老人が幸せだったら、ね、いいじゃないですか、ねあ。それは大切なことです、ね。でんなこと、気持ちの問題だよ。<laughs> それたちが、あ,あのおじいちゃんよかったなとかって、この国いいなとかって思って、<laughs> この国を気に入って、結婚していただいて、子を一人か二人産んでくれて、子が増えていくい、はい、一番最初にお話しした、性は多様性を好む。あ,<ー>あのね、単一民族を嫌うんです。<ー>性は、単一民族でまとまってる国があるとすします。 その国は一つの病で一夜にして滅びるという性格を持ってるんです。多様性です。南の病気にも強い。北の風にも強いという、そういう子たちが日本中に増えること。はい。それが日本を強くすることではないか。だって、皆さん、街の不安、冷や、あなんだ、治安だ。ごめんなさい。不安と治安間違えちゃったよ。<laughs> <laughs> いや あるかもしれんけど、でもね、皆さん聞いて、今日本で活躍してるのは、ハイブリッドですよ。<ー>そうじゃありませんか。陸上、ケンブリッジ、アスカ、テニス、大阪、ナオミ、相撲、高安、三竹海、野球、ダルビッシュ、俳優では、草刈正夫、モデルでは、ローラ、みんな、ハイブリッドじゃないですか。ハイブリッドだ。ハイブリッド社会とは何か、多様性なんですよ。その、礎を作るのは、ご老人。 我々、65以上の高齢者、にこやかにフィリピンの看護婦さんと会話する。その人が高安を産んでくれる可能性があるんだから。はい。高安をね。ごめんな。ちょっと俺な。<laughs> 疲れちゃった。<laughs> 熱面が過ぎて、ごめんなさいね。<laughs> 今、肩で息してんだけど。明日またありますから、ね。明日あったっけあこの続きま明日のまな板の上で。 武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷からです、えー。昨日はもう肩で息するほど叫んでしまいましたけども、はい、多様性を求める性、その形質の獲得の下準備こそが日本の老人問題なのだと。若者をこの国に招き、この国の女とあるいは男と夫婦をなし、そして生まれた子たちは日本とのハイブリッド。やがては、 ダルビッシュになるかもしれない。やがては大阪なおみになるかもしれないという。はい。そこに日本の未来があるのではないか。また、日本の女性は、この手の結婚に強いですね。お、強いですか俺そう思うぜ。ほういやいや、俺の知り合いで、サウジの男と、まあ離婚しちゃったんだけど、結婚して3、4年住んでた女がいるよ。へえ。 そんなん平気じゃん、惚れた男一人入りゃまあそうですね。言葉が違うわ、宗教が違うわ、言っちゃうもん。ん日本の男ダメだもん。男性の方がちょっと守り入るかもしれません。日本の男はやっぱりそこが、まあいいとこかもしれない。うん、ダメ、俺豆腐食えないとダメとかさ、すっげえ。<laughs> 俺がそうなんだよ。やっぱり豆腐食いたいよねとかって。なんかさ、そんなこと言ってる奴はダメだよな。俺が典型的なダメ。<laughs> でも、日本の女性が持っているそのハイブリッドの地位。 ほ、うん、はやっぱね、豊玉姫の血というか、日本の神様の山彦と結婚したのは、はい、竜宮のサメの化身だからね。新潟の方じゃ鶴が嫁に来たんだよ。本当に。そうです、ね、鶴と、浜松には谷と結婚したやついるんだよ。谷氏なんですね。谷女房ってのはいるんだよ。女房が作る味噌汁がやたら美味しいっつんで、村中の評判になって、私が味噌汁を作ってるところは覗かないでくださいって言う。 ところが、天使がバカでこっそり覗いたら、谷氏がお尻を味噌鍋つけてたっていうさ。<laughs> 恐ろしい話だ、ね、そ,それはあるんだよ。<laughs> さあ、著者は言います。老化。ご老人型聞いてくださいよ。老化は進化のスピードを上げる最高のギアなんですって。おお老化によって競争の公平性と個体の多様性が2倍のスピードで進む。 寿命の短い個体では、50代ぐらいで死んでしまうような国では、遺伝子の多様性は叶なわない、うんえ。寿命の長い集団のみが遺伝子プールを大きく広げて貢献することができる。はい。あの、寿命の短い国では、遺伝子の多様性をうなくす前に死んでしまうんで、だ老人の面倒を見なくていいという手間が、 回転が早い分だけ助かるんだけども、はい、その分だけ若い男がお父さんの後継ぎをしてしまう。うそのことで、ジグソーパズルのピースは生まれるけど、絵が変わらない。はあ、今いい例えしたな、俺。まあ、ゾクッとしちゃった。ごめんな。<laughs> <laughs> これわかるでしょはい。だから、老人たちが生きている今こそ、老いを利用して若者、つまり、 若い人にすがる。それが国内でも国外の若者でも若者の本質を見抜いてすがる。で、助ける若者を呼び寄せる。<う>く,くどいけど本当シビンとか瓶間違えちゃったおじいちゃん。<laughs> いいよいいよ、花瓶でするから。優しいねおじいちゃん。とかって、そんな日本語の上手じゃない看護婦さんがいてもにこやかに笑っているその看護婦さんが薬剤師と結婚して、またいいのができたり。 中山教授みたいなできるかもしんねえじゃん山中教授山中教授だなごめん <laughs> おじいちゃん <laughs> <laughs> 市民とか間違えちゃった <laughs> で著者はですねこれ本すごいんですよ、はい、長寿のために持論を展開しておりますここでは触れません、はい、健康法に関しましては安易に話に触れますと意外とその説が何年後かに簡単にひっくり返ったりなんかするんですよそうです、ね、健康法って難しいんだよなそうなんですよただあの この著者が繰り返しおっしゃっているのは、アンチエイジング薬は確実に進んでいるそうであります。はい、年を取ることに関して私たちはますます、やっぱり医学ににじり寄っていくのであろうということでありますね。私たちはなぜ老いるのか。老化は私たちが獲得した進化の形質である。ただし、老化は老人が死に絶えた後、前期後期、全部ご老人方聞いてください。 老化は老人が死に絶えた後、孫たちの代において意味を見出します。はあ、私たちが死んだ後、私たちの孫の代でおじいちゃんがやったことがきちんと成果として出ると。はい。老いることには必ず意味があります。しかし、その老人が最後まで老人の役割を果たして死んだということは、 死んだ後にしか権限しない、出現しない、成功は確認できない。はい。そのことを自覚して、これいいよな。で、いかにね、過去の体験とかすごいかっていうのを、このアメリカの学者さんの一例からご紹介しましょうか。はい。19世紀アイルランドで、じゃがいも不足による飢饉があった。はい。100万の単位で人々が死んでいくんですよ。うん、そのために、彼らももう生きることに必死で、 移民としてアメリカへ渡っていくんですアメリカへ渡った移民のここれがアメリカ文化を作っていくんですつまり孫の代になってじいちゃんたちの苦労が初めて孫たちの体で 花開くわけでありますな、はいえー、私も含めてでございますが、良い国を作るために、我ら老人頑張りましょう。一番最後に武田鉄矢はこんなことをメモに書いております。桃太郎、金太郎、かぐや姫を背立ってたのは、この国の貧しいおじいちゃんとおばあちゃんです。七十八十のじいさんばあさん、ローマン、ロー・ウーマンは一日にして鳴らす。<laughs> というわけでございまして、また来週。